今日も暑いわ。もう8月もね、15日になってきたでしょ。まあ、8月後半、今日から、明日から後半かな、うん、になってきてるから、あ、なんか iPad の画面見えてる。あ、なんか他の人のね、YouTube のなんかサムネ見えてるから、あんま良くないから、ちょっと消すわ。なあ、ちょ、どこ見てんの？ちょっと、もう、ここより下見せる予定なかったのに、なあ、もう、とんだ罠が仕掛けられてましたね。まあいいんですけどね。8月がね、まあ後半でしょ。そしたらね、さっきちょっとね、夕方ぐらいになってきたらちょっと涼しかった。涼しいってまだ暑いですよ。暑いけど、あのドスコいつもね、晩ご飯5時に食べてね、その後まあベランダに出てね、まあ日にもよるんですけど、ベランダにね、あの椅子ね、ここに椅子、あ、またし、あの関係ない人のサムネ見えてた、もうね、あんまね、あ、これバリ島のやつ、いいね、うん、あんまりしね、ドスコイと違う人のねサムネね、見えない方がいいでしょ。今あのあれ見えた、あのあれ、あのトゥワイスのあの I can't stop me って歌知ってます？タラランタラランタラランダン、うんうんうんって言ったらあるじゃないですか。まあ、わかんない人が多いと思うんですけど、その曲をね、あ、そういえばそんな曲あったなと思って最近聞いてたんですよ。そしたらまたね、ここのあの、あれ、おすすめに表示されてるわ。うん。それが今映ったんですけど、まあまあまあ、それですけどね。違う、それとももう、もうさっきからもうどすこ ADHD でも、話がどんどん飛んでね。あ、もうなんだ、この動画何の動画、すごいね、椅子あるで椅子あるでしょ。みんな、その水色のやつ椅子なんですよね。それをね、ベランダに持ってってね、まあ、何？あ、またなんか映ってるにゃー、あ、じゃーね、持ってってね。で、そこに座りながら、iPad ね、さっきのここの iPad ね、手に持って編集したんですよ。で、プリンちゃんに足ガブガブ噛んでもらいながらね。プリンちゃん、今日も可愛かった。まあまあ、そうなんですけどね。そしたらね、今日6時頃かな、ちょっと涼しかったんですよ。うん。はあ、もう秋が来ている。秋の足音。うん。で、その向こうにあんな冬。はあ、もう、ね、どすこいね。いや、どすこいねというか、その、四季の中でね、四季ね、の中で、一番いいのは秋だと思うんですよ。ね。まあ、春もいいですよ。春も結構涼しいし、いいんですけど、春は花粉症とかね、まあ、あるじゃないですか。ね。けど、秋は、秋も花粉症ある人あるかもしれないけど、まあ、あんまないじゃないですか。ね。うん。で、読書の秋とかね。まあ、どっかあんま関係ないけども、なんか秋が一番いいと思うんですけど、で、秋のね、最大のデメリットはね、その向こうにあの冬なんですよ。だからね、もう、今はこんないい、涼しいけども、もうあと1ヶ月もしたらね、真冬になってね、もうブルブル震えながらね、暗い生活が始まるんだなってね、思うとね、やっぱ気分が冴えません。あ、でね、今日何をしようかと、何の動画撮ろうかと思ったかですよね。これ、ギャズビー、そう。まあ、さっきから、ね、そう、涼しくなってきたとは言ってるんですけど、それでもまだね、暑いわけですよ。だからね、そういう時は、ギャズビー、そう。これね、まあ、まあがね、あれ、1ヶ月ぐらい前にね、どこかこれ座ってね、うーんってしたらね、ガチャンってそこのドアが開いてね、まあ、まあがこれ、はい、ギャズビー。ん？何これ？って。これでね、これ、何、手とかね、肌を、ヒュイッたらね、涼しくなるよって言って。あ、それいいねって言って。新しい、何？体を冷やす方法だねって言ってね、うん。でね、はい、これ、ギャズビーです。このギャズビーはね、別にこう、冷蔵庫に入れてるわけじゃないですよ。冷凍庫にね、キンキンに冷やしたのを今持ってきたわけじゃないんですよ。もう普通にこう、暑い部屋に置いてあったんですよ。けど、ね。だから、この布っていうか、に、なんか独特な物体が、なんか塗られてるんでしょうね。うん。なんかね、これ、どういうあれなんだろう、これ。メントール。清涼成分、メントールがね、配合されてるわけですよね。だから多分、だから冷たく、これ冷たくないのに、ね、これ拭いたらね、ヒュイーってこれやるでしょ？そしたらめっちゃ冷たいんですよ、今。いやさ、クーラーかけてるっていうのもあると思うけども、めっちゃ冷たいんですよ。ね。これおかしいじゃないですか。これ多分ね、ハッキングって、なんていうの？ハック？
人間のそのね、この皮膚のその冷たさとかあったかさを感じる、なんか多分ね、何なんか部分があるでしょね、そこがを多分あのハッキングハックしてるんだと思うんですよね。うん、だからこのね、まあ、表面のね冷たさを感じる部分がね、こういうものに触れると冷たいっていう風に感じるっていうのがあるんだと思うんですよ。でそれを多分疑似的に作り出しんだと思うんですよね。だからめっちゃ冷たい、なんか今めっちゃ冷たいですよ今。すげえ。いやーすごいね。あんまこう顔をやらない方がいいから、首ぐらいこれね、ギャズビーです皆さんね。うわーめっちゃ冷たい、これすごいな、これバグですよ。これ多分ね、神様がね、人間って神様が多分まあわかんない、作ってるでしょね、設計したなと思うんですけど、多分これバグだと思います。うん、本当は神様はこういうのでね冷たさを感じてほしいとは思ってないと思うんですよ。うん、それ用に君の触覚を作ったわけじゃないよって、うん、言ってると思います。うん、けどまあ仕方ない。うん、ちょっと神様ね、爪が甘かったな。うん、もう人間はその何冷たさを感じるもう一つの方法に気づいてしまった。うん、メントールっていうものを使うとこのね表面がちょっと勘違いしてね、うん、冷たさをね感じるようになってるんですよね。面白いですよね。うん、まあそれだけです。でこれだ、裏技ですよ。裏技、まあ皆さん知ってると思うんですけど、ね、皆さんどすこいより年上の人が多いでしょ。ね、でも38年以上、まあ、40年とか50年とか生きてたら、まあ、どっかでね、誰かがこのギャズビー使ってる、ギャズビーだけじゃなくて、まあ、いろいろね、あると思うんですけど、こういうのね、メントール、ね、うん、これ使ってるの見たことあると思うんですよ。出会ってると思うんですよ。うん、でドスコイは、この38年間、メントール、まあ、全く出会ったことないわけじゃないんですけど、うん、今まで何人かの人々がこれ涼しいよって言った気がするんですけど、でもドスコイはやっぱりそのね、なんか変にそのこだわりというかがあるのでね、受け入れられないんですよ。そうで、うーんみたいな、へえそういう方法もあるんだねみたいな、あそんな人間のバグがあるんだねみたいな、うーんって言ってね聞き流したんだと思うんですよね。でも今回ね、まだこのギャズビーをね、持ってきてくれたおかげで、ドスコイは、うわーって言って、あ、今まで出会ったその何人かのね、このギャズビーを使う人たち、すごい、言うこと聞いたらよかったなって、なんで言うこと聞かなかった、なんで聞き流したんだろうってね、今反省しております。あ、落ちた。はい、じゃあちょっと編集する。今日、まあ、8月15日なんですけどね、なんかみんな動画あんま出してなくない？ドスコイがチャンネル登録してる人が出してないだけかもしれないけど、なんかもう、あれかな？みんなもう、なんかわかんないけど、まあいいわ。